タピオラになり、本当だ、ありがとう。ゆうなって100日ありがとう。かまあ、明日行く。おー、ほんまに？やったー。ゲジ、100日もありがとう。結構系の好き？服。こんばんは。顔シュッとしてるし、気のせい、気のせい、絶対気のせいや。昨日ね、なんかメイクさんにも「あれ痩せた？」って言われたんですけど、絶対気のせいと思って。全くです。ゆななやっほー。またまたそうやってみんな痩せた気がするとか、あかんか、ゆなくんを甘やかしたら。顔痩せた？うん。ななん大好き、ありがとう。カチューシャ可愛いでしょ。全然つけてなかったんですけど、これ。お月様？朝より早かわいい。お菓子我慢してる。実はちょっと今日食べちゃったんですけど、お祝いということで。朝よりも長、ほんまに最近なんか自撮りもなんか漏れ始め、なんか漏れへんなと思ってた時は、確かに顔が太った時やから、お菓子我慢、全然我慢できてない。全然我慢できてないんです、実は。だな、こんばんは。今日シナモン、そうそうそう、今日チアのシナモンも誕生日で。そういえばね、よいしょ、こんなんね、ママがね、ピオバブと同じ時に買ってくれてて、今日はこの春儀式もしたいと思います。ハッピーイースターの中のひよこだけを貼っていきたいと思います。春儀式、ゆなくんのセンスで。見える？あと1センチでヤナの身長抜ける。え、ほんまにやば。何回し物って。ちょっとランダムリーに。今日何の曲歌おうかな、裏見せてもろって。
こんなアップ、華やかになった？可愛いよね。カビがにぎやかになってもろて、もろてもろて、できた。これは違うところに貼りたいと思います。オフィスのパチパチ、見えるかな。いい感じ。じゃあ早速今日はね、カラオケ配信って言ってたと思いますので、ちょっと待って、髪が乱れないでに先にさ、スクショタイムしよう。あのブン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 振り回しすぎちゃうかもしれんから、綺麗なうちにね。眉毛？これあれ何も書いてないね、今これ自分の眉毛。自分の眉毛なの、眉毛書いてないの、自眉です。だから細く書けるも何もなんですね。では歌いたいと思います。何？ちょっと口紅ちょっと赤すぎるわね。自分でもちょっと思ってた、いつもより赤いなと思って。ね、
ずはこれだよね。だってだってだってはめっちゃ大好きな曲ですね。ちょうどなんかオーディション受けてた、なんかオーディション受けてた期間を思い出させられる曲です、私にとってね。じゃあ次の曲いきたいと思います。思い出の曲、今日なんかテンション上がる曲というか思い出の曲歌っちゃうかもしれへん。いきます、どうぞ。ありがとうございます。
というか初めて歌ったんですけど、ちょっと間違えてたかも、ごめんなさい。何しよっかな。こんな感じサクサクいってますけど大丈夫そうですか？エリちゃん、パチパチありがとう。モータンマンさんありがとう。ラッチさん、オンプさんありがとうからございます。可愛いから何でも言って。ちょっとこの曲練習したいと思います。サクサクカラオケ配信最高。あ、ゆうなって最高ありがとう。じゃあ続いてはどこだ。やばい。ちょっと待ってね。歌っ曲決めてるよ。やった。
お久しぶり。夏メロソング、自分です。次は、なぎさで一番かわいいラーメン、略してユナイティ。レイちゃん、どうもありがとう。じゃあ、これびっくりした。途切れちゃったよ。ちょっと昨日何久しぶりに来て100日始めた覚えてるよ。ありがとう。みんなのね、ループしてた。ユナの顔どうなってた。バンしたから画面の。ありがとうございます。可愛く回ってた。いなちゃん100日ありがとう。改めてありがとう。タワー、東くんも花束ありがとう。よしみちゃん言って100日目ありがとうね。相変わらず可愛いユナなんて。え？ペペロ。何にしようかな。次の曲。こんばんは。歌ってるとアイドルみたい。夏メロ。ナナめっちゃ大好き、ありがとう。ナナ大好き、ありがとう。ナナ大好き、ありがとう。こんばんは。あ、この曲にしよう。ちょ、めっちゃ久しぶりに歌うから使ってたらごめんね。Thank you.
ひなちゃんの大きく踊ってるとか可愛い。あやさがさき。嬉しい。嬉しいすぎる幸せ。え、何？本当ですか？ちょっとね、A メロ B メロ噛むかもしれませんが、お願いします。って書いてる。 M か N。 なんで大草大草原すぎて。草生えまくっちゃって、間違いない。団結力すごかった。びっくりした。初めて笑って歌ったらすごかった。
草むしり。なくんどうかだけ近づく。うれちい、うれちい。業者。ゆぬなん大好き、ありがとう。何しようかな、次は。めっちゃお腹鳴ってる。お腹なんかグーって。歌声かわいすぎ。嬉しいな。足がしびれてる。かまわ。やっぱこの曲、いつもマイク歌ってる曲、これは外せませんね。いけます、聞いてください。おしゃべりタイム飛ばしすぎたので。ラジさん、おばさん、ありがとうございます。パチ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 、 MC タイムでテンポ良きでしょ、飽きることなく。なたん、すごい久しぶりに来た。覚えてるよ。みなさん、とうとうありがとう。東くん、アイスクリームさん、ありがとう。早く飲む。そんなこと言ったか、そんなこと言ったか、マジで。なんか、せーの、やろう、なんかな。いや、なんかひ、なんやろ、高音は出ないんですけど、低い声なら。さくん、ほんと歌声かわいくて、しかも前からすごい嬉しいな。ありがとうございます。歌の部屋に帰って嬉しい、ありがとう。嫌な歌声、好きでもいい声、ほんまに嬉しい。嫌な歌声好きって言ってくださる皆さん、優しい。ナンバトルユナの人気上が、ほんまにほんまに、なんかあんまり自分では実感しないんですけど、上がりましたかね。最近ブラグマラメタもごめん、大丈夫ですけど、悲しかったですけど。ピザの高い人に気づかんかった。ピザ食べれない。しごろく面白すぎた、ほんまに。
ピオランさん増えてきた実感？ない。ないですね。まで君のことを、ファイには隠れないことにした。おお。パクパク体のやばい。雨で止まってた。ほんまに？ライバル、百音さんライバルやばくない？100日のお祝いはピュアライさんちがこうやっておめでとうって言ってくださいました。カラオケ中途中で切れる？170回もう反省ちゃうわ。170回も配信してねえよ。いろんなメンバーからゆなちゃんがっつり何でくれるってか、なになになに、星が気になるね。ココナさんのももねさんのティープラジオのゆなののです。え、どういうこと？ゆなちゃん100日おめありがとう。ゆなの話、ゆなのまでが出てたんですか？なんだ、仕事中ありがとうございます。フォローしました。ありがとうございます。お姉さんもショールーム来てくれた時のな、何年前でやるかみかみしないつ。ねえ、本当にお姉さんありがとうございます。名曲もね、朝配信とかこうやって数分しか見れないけど本当に偉いって言ってくれてありがとう。朝な、配信の時ポケット思考回路がこんな目してやってましたけど、目指せ1000回って書いてる。最初リビングでやってたし、ゆなちゃんが突っ込んでくれる。ほんまですか？今突っ込むっけ。ありがとうございます。なのでシュルームフォローしてます。ありがとうございます。カチューシャです。カチューシャ、一回だけ寝ぼけてコメントしてしまってないでしょ。そう、私ほんまになんか NNB に入ってから NNB ホテルの夢しか見なくて、本当にそれだけ。なんかアイドルに入れたね、アイドルになれた、 NNB ホテルになれた喜びを毎日かみしめて生きてます。ナナのダジャレは世界一とかって書いてる。1回もらうとか2回もらう、懐かしい。
いつもカメて読んでくれたちゃんチキン。NNB 加入してからもう半年経ちましたけど、そっか、10、11、12、1、2、3、もうすぐで半年経ないだよね、 NNB 入ってから。ちょうど超絶かわいいの公演の時は半年だ。なあなあ、これは何倍歌わなあかんのちゃう、ここで何倍あったっけ。ではでは、私は絶対に誰が何て言おうとピオラさんと共に NNB のてっぺんを目指したいと思います。聞いてください、何倍。I'm not afraid.
ナナのカラオケ配信初参加、いい声でありがとうございます。きなちゃん拍手ありがとう。パチパチは流せに来るねって感動した、ありがとうございます。心に響いた。あ、じゃあ続いての曲はこの、続いての曲はこちら。この曲は絶対生涯私が忘れない。初めてね、センターという立ち位置で踊らせていただいた曲です。聴いてください。ハッシュタグ好きなんだ。入れちゃった。眩しい黒い鮮やかな真っ青な海と晴れた空の太陽から逃げられない、いつものグループになる何かゲストがいるバーベキュー、あいつと彼女が言いたいくだよね。君とのグループが仲良しで Go!
ハッシュタグが好きなんで、だって的なのが一番輝いてるって言ってくれて、パチパチありがとう。パチの代表曲って言ってくれてる、ありがとうね。嬉しいナッパ、嬉しいナッパですよ。そう、今日コハタの誕生日ですよ。おめでとうございます、コハタ。ピョンさん、とうとうありがとう。なんか見つけられた喜びを。スーパーさ、あのさ、朝さ、ピュアバブクって歌ってほしい。朝さ、タッチペンさ、タッチペンなんかさ、あの後すぐに使えるようになって、なんかこれちょっとここにこうやってやっとったらさ、すぐ使えたのに。もし？どう？治った？治った？治んない？治んない？治らへんかな？治ってない？貴重ってこれ巣の声ちゃうからやめて。治った？よかった。その声とか言わんで。びっくりした。なんで治っちゃったって。なんでちょっと悲しそうなの。聞いたことない。前もな、そういう症状一回あって。気になって。ちょっと今充電がなくて、喉に。かちせかわいい、ありがとう。歌いすぎるとなるよって、やめてやめて。いいなの空海、ただいま。そう、タッチペン、それだからもう書けるようになったからねっていう話。だから人気ショールームだけ笑わせるといこうかったんだねって。こんばんは。ハッシュタグ。
じゃあね、空いてないんでな、紅白にまだ。次会えた時に渡したいと思います。かわいい、ありがとう。写真に来たもんね、撮っていく忘れないんで。こんばんは。次何の曲歌おう。いい曲歌いたいねんけど、バラードやねんな。バラードというかバラードバージョンが好きやねんないの。今 MC タイム、あの歌いたい曲バラードバージョンが好きなんですけど、バラードバージョン歌ってもいいですか？前歌ったっけ？これ覚えてないけど、お前自己紹介してない、やります。いきます。イナってなんなん、イナなんなん、みんなの夢の中にもイナなん。ありがとうございます。大阪出身、高校3年生、18歳のイナのことを早くやるんです。よろしくお願いします。いつまで高校3年生って言うんやろうと思ってきた。あやな、3月31日までやな。高校生でいさせてください。待って、充電が切れへんが心配。まだ途中でいいところでさ 20% ですとかなったやん。なりそうな予感でしかないですか。やばいやばいやば、コメントが出なくなっちゃった。どうしましょう。待って、4月から高校生じゃないですよ。4月からは高校生は卒業して、ここでは卒業します。青春ラブタイム歌いますよ。4月から2通ってきた。虫のバラード、じゃあそろそろ途中で切れたら、あの瞬間的に。4月から配信けど寝るの遅くなるからさ、結構10時でも昼方見に行けまして、最前で見てたくいなのに表示言ってたかなとか、バチかわいい方ありがとうございます。嬉しい嬉しいです、ありがとうございます。くぼむの、やなん大好き、ありがとう、受験です、やっほー、こんばんは。いつも何時に寝てる、いつも何時だろうね。あのコンサート前とかだったら遅いけど、練習とか
ワルナ歌うね最後にワルナやっぱ最後でしょ、みんな大好きだから、みんな大好きワルナ。じゃあ歌いたいと思います。桜の花びらたちが
めっちゃ好きやねこのバラードバラードバージョン。最高。ありがとう。この曲は私がまだまだ先やけど卒業するときに歌いたい曲やな。素晴らしいでもネット書いてる。絶対泣く。 100% 泣くわ。もうボロボロ泣いてると歌えるかな。ほんま前田敦子さんの声の大好きなんですよ。もう今もなんか歌いながらあの前田敦子さんの状況を思い出して歌ってました。夕日を見ているかね。店のバラードちょっと練習してきますね。感情こもってた？嬉しい。卒業の会場どこにしよう。ピューラーハウス。夢はもっとでっかくやな。京セラドーム。頑張ります京セラドームで。私初めて NNB48 さん見た時京セラドームなんですよね。関西コレクションで見ました。今日それでやるしか。黒髪少女？絶滅黒髪少女。そう、カンコレやった。ナナの歌は最高だな、ありがとうございます。そこでね、まあ、さやかさんにレッスンもらったんですよ。今多分ユナやった。あれは多分ユナでした。その時行った時に
けどね、その時ね、なんかこう、なんか前にそのお姉ちゃんとおそのなんか入った時に、多分立ち見やったんかな、その時立ち見で行った時に2列目3列目ぐらいにいたんですけど、前におったもうなんかめっちゃ NNB のファンの方やろうなっていうらしき方が、どうぞどうぞって言って前に譲ってくださって、最善で最善で言いました。なんか立ち目でもいい席やって、横の立ち見で最前みたいなとこいました。で、なんてNNB48 のさんのファンの方は優しい方なんだろうって。え、じゃあ一人じゃないね、なんかお姉ちゃんとなんか3人ぐらいで来てたから、3人ぐらい前の方がいて、じゃあもっとおったわ、もうちょっと何人かおったけど、あの時あの説はどうもありがとうございました。最近仕事終わった、お疲れ様、こんばんは。話本当にどういたしまして、今 NNB の一員として活躍してるの知ったら嬉しかった、確かに。じゃあもう最後の曲歌おうかな。我ら行っちゃおうかな。早い、行ってきた。ちょっと待ってね。見逃した君。ではでは、行きますか。2月900日おめありがとう。待って、どんな顔なんやろ、ちょっと自分で見てみよう、自分の顔見れるんだよ、 iPad ちゃんがあるから。よいしょ、え、マジ
え、どんな声になってんの？どう？人気ライブ、お、人気ライブ3人目や。あやかさん、みくさん、なんか間に知らないあの方が入ってて、その次や。すごっ。まだダメ？何この変な声、ちょっともう。けど可愛いなこの声ずっとこの声でいいねんけど。ごめんユナの吐息。ユナの吐息さ、めっちゃ変な音だって。もうこれでいっか、これでいっか、これでも歌えますね。どうなるか分からんけど。ちょっとやだよ、ちょっと待ってね。いやいや、今日声めっちゃ調子いいからちょっと変えた。ちょっと待ってね。あ、ち、あ、帰ってきた？やっと復活だ。あーあーあー、帰ってきた？よかった。もうごめんなさい、お騒がせしました皆さん、本当にごめんなさいね。なんでちょっとあの声戻ってんの、残念そうなのじゃあ最後にワルナを歌いたいと思います。改めましてワルナを歌いたいと思います。君に挑戦
歌がお上手って言ってくれてる、最高。みなくん、仕事ありがとう。ではですね、最後に今日のランキングを。今日はいや、いろんな意味で楽しかったです。ってありがとう。みなくんのののくずやり見たかったですか？で、今日は初タッチペンでいきたいと思います。めっちゃ書きやすい、めっちゃ書きやすいです。すごい書きやすい。感動しておる早川氏は、早川氏は感動しておる。書きやすいので、すごい。あれ、間違えた。はじめまして、こんばんは。さすがにもうまくなっ、いやー、頑張ります。
いいしいし、ダイヤモンドのように綺麗。ありがとうございます。めっちゃ褒めてくれてある。チキンさん。これ何を持ってんの？これ。楽しかったです。なるほど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 。めっちゃ書きやすいよ。書きやすくて感動しております。早川、早川氏は感動しております。すごい。何色だろう。ポケットモンスターみたい。あ、いやー、めっちゃフルネームで出しちゃった。棒とか何も言わずに。ごめんなさい。ちょっと画伯うますぎて皆さんびっくりしないでくださいね。あー、ちょっとミスった。やばいやばい、時間やばい、時間やばい、どうしよう、時間やばいです、時間がやばい。のんきに書きすぎた。時間がやばいんですけど。やばいやばい、汗めっちゃかいてきた。ええー、ちょ待って、ちょ待って、1位と2位の方が変わってる。どうし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 ました。あの、ちょっとラチさん、あの今度アバター書くんでちょっと許してください。今日はちょっと許してね。時間がない。汗汗汗。
できました、できました、できました。はい、います。13はしさんありがとう、12えりちゃんありがとう、11りなちゃんありがとう、ジェイス、10位はセイルくんありがとう、9まっちゃんありがとう、8コロワンありがとうございます、7ゆきなちゃんありがとう、6ひがしくんありがとう。でここからちょっと待って、オッケーオッケー。5位、今日はスペシャルということで5位から。5位はゆうなってありがとう、4位うりむかっけありがとう、3位てっちゃんありがとう、たーまでありがとうございます、ごめんね今日時間なくて全然書けなくて、1位ラチさん今度書くからね、アバター、ごめんねありがとう。で今日はワイニャンの書いたのでてってれー、どう、1位ワイニャンでした。今日初めてペンシルで書いたからめっちゃうまく書けたありがとうございます、またゆったり書きたいな。明日は多分朝配信になると思います、よろしくお願いします。ありがとう、ごめんね、バタバタしてて、もう声変わりのせいだよね、本当にごめんなさい、最後の見てた時本当にありがとうございました。また明日は朝配信になると思いますけど、7時とかそんな早くないのでぜひ来てください。9時か10時か、あちょっとゆっくりめ、8時か7時か、あちょっとそのあたりで、わいわい、また言うね、ありがとうございました。8、9、10のどれかからやります、ありがとう、おやすみなさい。